アシア・ドーマンを大内明のアシア・ドーマン・ドーマ法師は、平安時代の呪術師、非官人の陰陽師、生没年不詳。一般的には、アシア・ドーマンあるいはアシア・ドーマンとして知られるが、活躍したとされる時代の文献ではその名が不詳である。また、道魔法師とドーマンは別人であるという説も、存在するなど実像については、不明な点が多い。江戸時代の知史。 ハリマ館によると、ハリマ国岸村の出身とある。また、ハリマ国の民間音明子集団出身とも伝えられている。江戸時代までの文献では、ほとんどにおいて、阿部の生命のライバルとして登場し、正義の生命に対して、悪のドーマンという扱いをされる。阿部の生命が伝説化されるの時を位置にして、ドーマンの伝説も拡散し、日本各地にアシアズかドーマンズカ、 道、三井の類が数多く残っている。キム玉都州青万道万、宇治周囲物語、ミネ・アイキ一般的に、クズの破伝説に登場する道万も、悪人として描かれる。しかし、武田出雲作の浄瑠璃、足や同道を打ち明らは、例外で、先行作との差別化を図り合えて、道万を善人として描いたとされる。ただし、明治以降は道万がメインとなる。 第3弾の上演が、稀になったため、なぜこの作品の題名が、アシア・ドーマン・オーチ・アキラなのか理解しにくくなった。歌舞伎で本作を上演する場合は、第4弾のみのケースが多く、クズの葉と通称されることがある。アシア・ドーマン・オーチ・アキラでは、天文博士、鴨モノ・則が急死したことで、安倍の生命の父である、安倍の安名と、アシア・ドーマンによる後継者争いが発生する。 この後継者争いのモデルは、俗古時代に、記載のある出来事だが、それによれば、争いの当事者は、鴨の三重と、安倍の生命となっている。ありがとうございます。